はい、えー、最新地震火山情報です。えっ、ー、と今週は地小センター滝がお伝えします。はい、今週のラインナップこちらご覧ください。はい、今週もですね最初とえっ、ー、と二番目はえっ、ー、と国内の地震火山活動で次が世界の地震火山活動で最後の特集は冬季のえっ、ー、と注意点ですね融雪泥流に注意ということでこの三本でお伝えしていきたいと思います。はい、えー、じゃえっ、ー、と 一番最初のえっ、ー、と国内の地震火山活動について見ていきたいと思います。はい。こちらですね。えっ、ー、と今週国内に関してはえっ、ー、と大きめの地震えっ、ー、と二つありました。で一つ目に注目してみたいのがこちらです。えー、こちらはですね宮城県沖で発生しました。 こちら10月,10月15日12時51分に宮城県沖で、えー、発生しまして最大震度4を観測しています。でこの地震の規模、えーまあ、マグニチュード4.5と、まあ、震源の深さ70キロということですがこちらはです、ね、陸側のプレートに、まあ、東側から太平洋プレートが沈み込むことによって発生している3.11の東日本の、えー、余震域で起きた地震だというふうに考えられています。次,次にですね こちらの地震ですねこちらの地震は、えー、と16日の8時53分頃に八丈島の東方沖で発生しましたで最初はですね緊急地震速報でマグニチュード6.8と計算されたために、まあ、津波の発生の可能性があるとして津波レーダーをはじめあの津波の監視体制を強化しましたでその後まもなくあのマグニチュード5.9というふうに修正されて津波の心配はありませんでしたで この地震はですね、八丈島が乗るあのフィリピン海プレートと東側からこちらも太平洋プレートが沈み込んでいるんですけれども、それによって発生した地震で、まあ、北西南東に引っ張られる形で、まあ西断層型の地震ということが分かっています。で続きまして国内の火山活動を見ていきたいと思います。でこちらのマップはですね、えー、と噴火警戒レベル。 の、えー、発表されている火山とあと噴火警戒レベル対象外ではあるんですけれども、えっ、ー、と活発な火山をプロットしています。で、先週からの変化を見てみますと、大きな変化はありません。で、えっ、ー、と御嶽んについてはまあ、えっ、ー、と今日の特集でも述べるんですけれども、ちょっとこちら御嶽んについてえっ、ー、と述べてみたいと思います。えー この画面はですね、えー、御嶽さんの、えー、ライブカメラなんですけれども、北東方向から、えー、ま海田高原という場所から、えー、と撮られているライブカメラの映像です。で昼間左側ですね、こちらを見てみますと、えー、と白い噴煙がこちらに出ているのがわかります。で夜はですね、噴煙の影。 このような形で出ているのがわかります。で、だいたい河口から約200メートルぐらいあの立ち上がっていて、まあ東に流れている様子がわかります。 で6日にはですね気象庁の調査班があの航空自衛隊の協力によって、まあ、上空から観測が行われていましてで風下側では硫化水素臭、えー、と卵が腐った匂いですねそういった匂いが確認されていますで山麓で実施されている火山ガスの観測なんですけれども二酸回硫の放出量は1日あたりおよそ100から500トンという結果になってまして噴火直後に比べるとやや少ない状態で推移、えー、しているそうです でえっ、ー、とこちらですけれども御嶽山の地下の様子ですけれどもはい、えー、現在も火山活動は高まった状態が継続していますで火山性地震このようにえっ、ー、と噴火したのが二十七日なのでちょうどここですねえっ、ー、とその前からまあ連続してえっ、ー、と火山性地震あの発生してるんですけれども現在ですねえっ、ー、とまあこのような形で、えー、火山性 の地震に関してはだん,だん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 減少傾向であるんですけれども噴火前のこちらと比べるとまだ同じような形で続いているような状態が続いていますので、えー、と火山性あの活動が収まったというふうにはまだ取れませんで、えー、と火山性微動というものも、えー、と噴火前からあの噴火してから 発生しているんですけれども、えっと、振幅の増減を繰り返しながら、えっと、続いていましたが、現在では検知できない程度の大きさになっているそうです。 ただですね、今後もえっと噴火が発生する可能性があるためあの火口から4キロ程度の範囲では大きな噴石や火砕流に警戒が必要ですで。風下側では火山灰だけでなく、まあ、小さな噴石ですね、えっと、10センチ未満の小さなものに関しては風の影響を受けて飛距離が伸びる恐れがありますのでこういった噴石ですとかあとはえっと爆発的な噴火になると空振といって空気が震える現象です。ね。これによって窓ガラスが割,れ割れる 恐れもあるので、まあ、こういった現象に注意が必要です。はい、えー。国内に関しては以上なんですけれども、えっ、ー、と海外について、えー、次は見ていきたいと思います。こちらご覧ください。えー、海外の地震に関しては、えっ、ー、と大きな地震が今週ありました。えっ、ー、と中米のニカラグアというとこですね。えっ、ー、と右側にあります。えー 10月14日の日本時間12時51分ごろにマグニチュード7.4の地震がありましたで。震源の深さは40キロと、えー、地震の規模に対してかなり浅かったために震源の近傍で津波発生の可能性があるとして、えー、太平洋津波警報センターからは津波到達の予想が発表されていました。でまたでですね、えー、と震源付近では、えー、と日本の 震度観測に合わせると震度5強の揺れとなってまして、あの大規模な被害は報告されていませんが少なくとも1名が亡くなったという情報が入っています。でこの地震による津波はあの津波日本による影響はありませんでした。えー、続きまして世界に。 の火山についいいいてて見ていきたいと思いますで世界の火山に関しても大きな変化はこの1週間ありませんでしたでこちらのマップですけれども、えー、と航空機向けに出している情報でして、えー、と活発なあの航空機1万メートル付近をまあ飛んでいるんですけれども、えー、とそういったところに火山灰の影響があり,ありそうな火山というのが赤く表示されています。こういった地域であの 火山活動活発なんですけれども、まあ大きな変化はあまりありませんでした。でこちらアジア域から北米でこちらは、えー、ヨーロッパの方面ですね。あと南米の方も見てみますと、えっ、ー、と先週と比べてみるとあまり変わりはありません。ただですね中でも、えー、アイスランドこちらに今日は注目してみたいと思います。はいこちらアイスランドですけれども、えっ、ー、とアイスランドの気象局からの えー、情報を、えー、参考にしてますでアイスランドはこちらのバルザル分が火山というものがですね、えー、と8月頃から地震活動活発になりまして最初はこのカルデラ付近で、えー、と地震活動活発でしたで噴火には至らなかったんですが、えー、と震源がですねこのように北東側に伸びていきましてで氷河がここにあるんですけれども氷河のこの先 このあたりで、えっ、ー、と火口が開いて、えっ、ー、と右の写真にありますように溶岩流が、えー、流れ出るといった現象が起きています。で、このような噴火の場合は火山灰というのはあまり、えっ、ー、と放出されないんですけれども、まあ、こういった溶岩、厚い溶岩ですとか、あとガスが周辺に広まっています。 で右上の写真はですね17日に撮られたもので、えー、と火山の上空3000メートル付近を撮影した写真のようですで火葬雲の方には、えー、火層雲の下の方はですねちょっと、えー、霞んでますけれども火山灰や、ま、少量の火山灰やガスが広がって、えー、と煙のようになっています。で上の方に 上層雲あるんですけれども、まあ、4万フィート前後、で下がまあ1万フィート前後でないかというふうに思いますが、ほぼ航空機が飛び交う円ルート1万メートル、3万フィートのところですね、そこはまあ指定良好で、まあ、現在の噴火では、えー、と航空機には影響のないレベルであるというふうに見て取れます。で左側ののの地震デデータに戻りますけれども、えー、と最近はです、ね、こちらのカルデラ の周辺でマグニチュード3以上の大きな地震が継続していて、えっと、地盤沈下の方が進んでいますで。今後の想定されるシナリオなんですけど3つ,ぐらい3つですね、えー、発表されてまして1つはこちらの、えー、溶岩が出ている噴火がそのまま終わって、えっと、火山活動あのこちらのカルデランが沈降する現象も止まって停止するのではというのが1つと2つ目が、えっと こち,らのあこちらの溶岩流の起こす噴火がさらに強まって、こちらの氷河のある方向までこう割れ目が進んできた場合に、えー、と氷河と厚いものが接触することによって、火山灰を放出するような噴火に変わるのではないかというふうに、えー、見られているシナリオもありまして、こういったものにも注意が必要ということです。で3つ目ななんですけれどもこちらの大きなカルデラ の地、人がどん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 進んでいって、えっ、ー、と、カルデラの縁から噴火が発生するかもしれない。で、この噴火が起きた場合ですと、大量の氷河の氷を溶かすことになりますんで、火山灰の放出と洪水を引き起こす可能性があるということで、これら三つのえっ、ー、とシナリオが考えられています。でど、どのシナリオになるかどうかっていうのは、ちょっと今のところはわからないようです。はい。 で続きまして、えっ、ー、と今日の特集に行きたいと思います。えっ、ー、と今日の特集ですけれども、えっ、ー、と御嶽さんについてまた触れていきたいと思います。えー、御嶽さんは今週初めの台風の後にですね、えー、雪が降りまして初冠雪となりました。で、残念ながら捜索活動もこれで打ち切りとなってしまったんですけれども、あの山麓にお住まいの方は注意してほしいえっ、ー、と現象がありますので、こちらご覧ください。すいません。はい。 こち融雪、ねえー、型の、えっとあ火山、火山の融雪泥流という現象がありまして、えー、こちらですね雪が積もっている、山に積もっている状態で、まあ、9月27日のような噴火が発生しますといきなりこう熱いものが噴き出すもので、雪が一気に溶けて流れる融雪泥流という現象に、えー、と注意が必要ですで。過去に日本の火山で起こした ものなんですけれども、これは、えっと、北海道にあります十勝岳で1926年、大正15年ですねの2月に噴火が始まって、5月24日にこういった、えっと、泥流が起こってしまいました。で十勝岳、中央に中央河口球というあの高まりがあるんですけれども、そこ,そこの北西部が破壊されて、厚い岩節なだれというまああの マグマとかそういったものがあの積雪を溶かして大規模な泥流を発生させました。でこの噴火で十勝岳の麓にあります富良野ですとか美エとかそういった町がですね村,で村が埋没してしまったという、えっと、被害が起きています。でこれによる被害によって死者行方不明者144名で負傷者は約200名で、えっと、建物とか家畜もえっと 被害が出てししままいましたでこのですね、えー、火山泥流なんですけれども、ふんえー、と速度にしますと、平均して約60キロと言いまして、えー、と車の速度と同じぐらいになります。なので、ですね発生しましたら、かなりの勢いで、えー、と流れ下ってくるというような感じになりますので、こういった現象に注意が必要です、はい、ですは今日のまとめもこちらです。 東キ36では融雪火山デ流に注意してください。はい。でこれら起きてから逃げるとなるとあの間に合いませんのでえっとこちらも冬には入りますけれども最新の火山情報を見てえっと行動されると良さそうです。でまあ、こういったソライブでもえっと臨時でこういった火山情報をお伝えするようにしますのでぜひ参考にしてください。はい以上えっと最新地震火山情報でした。